1990年代のヒットメーカーとも言われる、シンガーソングライターの小田哲郎、小田哲郎さん、踊るポンポコリンや、揺れる想い、などの大ヒットで年収や印税が多く、資産も多大だそうです。今回は小田哲郎さんの資産について、また自宅やスタジオについても見ていきましょう。小田哲郎のプロフィール、本名、濱田哲郎、濱田哲郎。生年月日、1958年、昭和33年、3月11日。身長、176センチメートル。出身地、東京都。最終学歴、明治学院大学社会学部助席。所属事務所、ティーズコーポレーション。目次、小田哲郎の年収や印税。小田哲郎の資産、小田哲郎のスタジオ。小田哲郎の年収や印税。小田哲郎さんは、1990年代を中心にたくさんの素晴らしい曲を生み出したアーティストです。一体年収や印税はいくらあったのでしょうか。今までに100万枚を超えるミリオンヒットになった曲は13曲もあります。中山美穂アンズ、中山美穂アンドアンズの世界中の誰よりきっと、ヤザード、ザードの負けないで、などです。シングル CD1000 円あたり、作曲家の小田哲郎さんに入る収入は17円だそうです。ミリオンヒットだと1曲で1700万円にも、100万枚のヒットまでいかないまでも、売れた曲も数多くあります。さらにカラオケで1回歌われると、印税が5円入るそうです。少額に思えるかもしれませんが、積み重なればすごいことになります。なぜなら小田哲郎さんの楽曲は、2000年代以降も幅広い世代に愛され続けているからです。つまり全盛期の1990年代の年収は、軽く2億円は超えていたのではないでしょうか。メガヒットを連発していた頃、作れば作るほど売れていく状態だったそうです。そしてそんなバブルがいつまで続くのだろうという感覚を周囲と分け合っていたといいます。1990年代から2000年代にかけては CD 売り上げの黄金期でしたね。小田哲郎の資産、ここでは小田哲郎さんの資産について見ていきましょう。小田哲郎の自宅は都内にある。数多くのヒット曲を作った小田哲郎さん。きっと自宅も相当豪華なのではないでしょうか。推測通り、東京都内の一戸建てでおしゃれなコンクリート打ち放し住宅であることが判明。1990年代に小田哲郎さんの曲を知らない人はいなかったほど売れていた、証のような立派な家です。推定価格は億超えであることは間違いないでしょう。小田哲郎のプライベートスタジオは本格的。小田哲郎さんは自宅も豪華だそうですが、プライベートスタジオがすごいと評判です。設計したのは豊島総合研究所。ビートルズで有名なイギリスのアビーロードスタジオをはじめ、スティングやエンヤなどの数多くのアーティストが所有する自己スタジオを手掛けているのです。きっと音響からして素晴らしいのでしょう。小田哲郎さんのプライベートスタジオの価値は不明です。ちなみに素人がコンテナハウスなどでスタジオを作ると、安くて500万円かかるとか。プロのスタジオの費用とは雲泥の差があるでしょうから、小田哲郎さんのスタジオも自宅と同様に億超えの可能性がありますね。小田哲郎のスタジオ内にも資産がゴロゴロ。さらに小田哲郎さんのスタジオ内にもお宝が。持っているギターは価値が高いものがたくさんなのだとか。まず、フェンダー58というテレキャス。小田哲郎さんが37歳の時に出会った運命のギターだそうです。ブルースロック好きにはたまらない楽器。1995年の時に買ってからどんどん値上がりしているので、立派な資産の一つなのだそう。ギブソンのレスポールというギターも、90S や59などを所有。フェンダーのストラトキャスター61も持っているそうです。
中古でも1本数10万円以上の値段がついており、他にもギターを多く保有しているということで総額は相当なものになりますね。その他にもエフェクターも山ほど持っており、大きな箱に無造作に入れられています。中古エフェクターの買取価格は数千円から数万円ほど。見たところでは100個以上は持っているようなので、それだけでも数百万円の価値があるかもしれません。ここで見ただけでも合わせると数億円の資産があることがわかりました。実際は倍以上あるのではないでしょうか。小田哲郎のスタジオ。小田哲郎さんは若い頃から大好きだった酒を止めたのだそうです。2022年現在、小田哲郎さんは健康志向が非常に高いので飲酒は体に悪いと感じたのかもしれません。その代わりに何よりも楽しいのは自分のスタジオにこもること。遊び感覚で音楽を作って幸せを感じると言います。1990年代には小田哲郎さんは数多くのヒット曲を生み出しました。作曲家としては歴代3位になったこともあるほど。しかし当時は楽しさ半分苦しさ半分だったのだそう。自分のスタジオで音楽を作り、 YouTube を上げながらアイデアが次々に浮かんだ小田哲郎さん。2021年11月には一人でステージに立つツアーを始めました。テクノロジーと生演奏を混ぜ、その場の雰囲気で音楽を作っていくということです。